キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、ということで、はい、今日はですね、ビッグボス、はい、日本ハムと、はい、矢野さんの阪神タイガースです、はい。ビッグボスの横一線っていうのがどこまで、あ、やっとそのね、はい、最初の話がここに来ましたけど、やっと、はい、はい、じゃあ、まあ日本ハムからね、はい、まあ、新庄さんはね、うん、本当に横一線っぽいでしょって言うけどもよ、うん、はい、もうあの近藤は確定してるんだよ。だからレフトがないと ね、はい、どっちかで出る、うん、で多分よ、はい、俺サード野村、ファースト高浜も決まってると思うね、うんうんうん、あとセンター浅間、はい、この3人はね決まってると思う、はい、正直、うん、そうじゃないと去年あれだけ出して頑張らせたのに意味がなくなるからね、うん、それビッグボス見てますかね。んビッグボス周りが見てるからね。ああ、ビッグボス一人の意見じゃないと。そう、もちろんもちろんもちろん、うん、だからもうここはもう決まってるんだよ、はい、何気に、うんうん、言うけどね、はい、外野2つサードファースト決まってます。おで新外国人のヌニエスとアルカンタラ、はい、でアルカンタラは、はい、セカンドサードショート外野どこでも守れるらしいんだよ。だからまあそのどっかの選手によって、うん、多分回るだろうね、はい、ユーティリティですね。でヌニエスはサードかファースト、うん、だからまあ DH とかに入ってくるかも分かんないけども、はい、だから基本的にヌニエスとアルカンタラは決まるじゃんね。そうですね、ここヌニエス入れてないんですね。一番もこっち、間違えた間違えた。ヌニエスどこに、あ、いたいたいた。セーブ、セーブ、セーブ見て、おヌニエスいないじゃんみたいな。俺山川とかいいんだ、日本ハムみたいな。ヌニエスだけ探してました。あれなんかオグレディってあれなんだっけみたいになってました今。こっちよ、こっちこっち知ってますよ、ね、色が違うじゃん。違いますね。あ、年月 DH 予想ね、うん、そうそう、だからね、まあサバイバルは、うん、キャッチャー、はい、キャッチャーやっぱりサバイバルよ、うん、まだやっぱ清水確定じゃないね、はい、でショート、うん、外野、うん、石選手と、まあショートがね、まあ、石井とか、まあ、いますけど、ここもさ、ひょっとしたらアルカンタラがショートに行くパターンもあるからね。そうか、ショートもできるのか。そう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 、だからまあアルカンタラ次第だけど、うん、外野一つ、二遊間、キャッチャー、サバイバルです。はい、結構結構サバイバルだね。そうですね、うん、だ本当にもう正直今そのじゃあ浅間選手とか野村選手でこう、うん、言ってますけど、うん、正直なんかビッグボスの今まで野球全然見てなかったよ感を出されると、うん、本当にスタメン誰になるんだろう、なんかこの人たち本当に出るのかなって私はちょっと思っちゃいますね。だからシーズン1年間通してずっと出るのはもう近藤だけよ、うんうんうん、あとはもう全員ほぼ未経験だし、うん、そうですね、うん、ほぼもうチャレンジャーであり、うん、サバイバルでもあるんだけども、うん、まあ、そんなこと言いながらあのハムはね、うん、球団主導の育成だから、はい、いくらね、うん、監督がって言っても、はい、できることとできないことがあるんだよ。あ、そうか、監督全権ではないですね。そうそう、球団主導で来てるから、うん、それだと考えると、この野村高浜浅間は、うん、多分球団主導の下で、うん、まあ、使って育成して、うん、未来のスターに育てようっていう枠だから、うん、行くと思う、ね、うん、やっぱキャッチャー二遊間ライト、うん、こう考えてもちょっとなんか総力ね、うん、ちょっとこうんって思うよね、うん、アルカンタラね、ヌエス、ヌニエス頑張らないとやばいねみたいな。そうですね、うん、結構ビッグボスインスタとかに選手の情報載せるじゃないですか、うん、あの磯畑選手の走塁、うん、完璧ってね、みんなこうやって走塁はするんだよって言って載せたりとか、うん、清宮選手のことあしっかり痩せたねグーみたいな、うん、載せたりするじゃないですか、うん、あれってやっぱなんか期待の表れなんだろうなと私的には思っていて、うん、ってことは清宮選手今年出てくるんじゃないかなとかね、可能性はあるね、ありますよね、うんうん、でもまあサバイバルには間違いないですね。そうそうそう、でもそのファーストのサバイバルだからね。あ、そっか、うん、分かんないよまだ。いや、本当もう、はい、そこそこ決まってんだよ。そんなこと言いながらよ。そうですか、で決まってないって言うけどね、はい、もうそれはもうね、だって結局そんなこと言ってもね、勝ち上がった選手使いますって言ってほら決まってんじゃん、いや勝ち上がってきたから決まってたわけじゃないよって言うかもわかんないよ、うんうんうん、だからどっとでもなんのよ。そうですね、それは言葉のあやでね、うんうん、でも俺は何気にも決まってる。だって高浜よ、はい、去年ホームラン8本、打点43、2割6分2厘、うん、
まあ安定的に。で野村が2割6分7厘ホームラン7本、うん、まあ今年しっかりで10本以上打ってほしいなみたいなね、うん、感じになってくるじゃん、ね、球団的にはもっとなんかこう成長これからしていくから出したいって感じはしますね。そう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 、うん、でここね、うん、磯畑はこの中には入ってるけども、はい、打たなきゃね、うん、まだ足だけじゃ、うん、本当和田とか、はい、どうかの方がいいってことになるからね、うん、結果だけ見たらね、はい、だからまだ打たなきゃいけないからね、はい、そういうところではまだね、ただあのビッグボスが名前挙げてるからそうやってどんどん有名になっていくけども、うん、全国的にね、はい、ファイターズファンの人の中ではもうそんな全然有名だったよっていうかも分かんないけどね、うん、でもここからやっぱ勝ち得なきゃいけないからね、はい、サバイバルとしては。そうするとまあサバイバルはキャッチャー二遊間外野です。二遊間外野まあ他のチームよりちょっとありますね。だいぶだいぶある、はい、うん、で、はい、ピッチャー、はい、ピッチャーは決まってんのが噂は伊藤大海、うん、先発は決まってるね。決まってますね、うん、あとは、外国人取ってるんだよ、ガント、うん、ポンセ、うん、ポンセちょっと先発か中継ぎかどっちかちょっと分かんないんだけども、ガント投手は先発、ガントは先発、うん、先発なんだよ。だと噂はガント、はい、伊藤大海決まってるんだよ、はい、あと3つのサバイバルです。加藤投手とか、うん、まあ、確定じゃないよね。確定じゃないか、うんうん、だからそこに加藤とか、うん、あとはもし河野が先発するんだったら河野、ね、立野、うん、とか池田とかがまあ競い合う感じ、はい、あと生ため、うん、去年ね最後だけ良かったからっていうところが来るけども、うん、はい、まあサバイバルだね。そうですね。リリーフは、うん、まあ、堀、はい、ロドリゲス、はい、でもしこのポンセがリリーフだったらポンセ、うん、で杉浦、はい、宮西、うん、確定だね、うん、であと川野がねまた先発かリリーフがどっちやるのかっていうところもあるけども、はい、だからあれじゃない、先発3リリーフ1サバイバルだ、ね、はい、あ、じゃあ野手のピッチャーを含めて結構ね、そりゃそうよ、まだこう、ね、若い選手が多いからね、はい、でも逆に言うと早くこのフリーパスのサバイバル状況で2しなきゃね選手はいけないし、はい、でもここで一気にね、うん、埋まって上がったらチームとして上がってくる可能性あるからね、はい、今年ガチっていくかもしれないですね。そう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 、でも基本的にはやっぱり本当にね横一線ですって言うけどね、はい、まあそれはまだそんなチームだからね、はい、構成が、まあ、そうですね、本当に若い方が多いですからね。そうそうそう、多いからね、うん、だからまあそういった面になるけども、うん、でもまあね、さっき言ったところが本当のサバイバルかなっていうね、はい、続いて、阪神。阪神はっすね、そうだね、野手、うん、ノーサバイバル。ノーサバイバルいや、ノーサバイバルだって、いや、まあ、キャッチャー梅野でしょ、梅野、まあ、坂本、はい、うん、まあ、どっちかじゃんね、まあ、併用っていう感じ、うん、だから別にポジションが空いてるわけじゃないね、うんうん、でマルテファースト、はい、で伊藤原、うん、でサードにサトテル来るんちゃうかっていう話もあるけども、はい、まあ、ショート中野、うん、でサードはね大山外野説もあるから、はい、で、まあ、でもまあこうサトテルと外野、うん、近本ロハス、はい、ね、ノーサバイバー。そうです、あれ去年サトテルがちょっと出てなかった時って誰でしたんでしたっけ。サンズがいたんだね。あ、そっか、うん、そういうことか。あとはあの外野で日本人のね、うんうん、あの選手も出てたのは出てたんだけども、はい、まあ、最初はそれでいくでしょだってね、うんうんうん、去年もほぼほぼもう出場超固定だからね、うん、ほぼほぼもう出場試合数が固まってて少ない選手ってそんな、ね、うん、出てる選手と出てない選手の積み上げ大きいけども、まあ、井上とかがね、まあ、出てくる、うん、出てきてほしいなっていうところはあるけども、ね、うん、まあ、野手は残念ながら里崎愛的にはノーサバイバーです。確かに。でピッチャー、はい、ピッチャーはですね、まあ、先発で言うと、はい、まあ、秋山、伊藤正でしょ、うん、で、まあ、西、はい、で、まあ、高橋遥人は怪我次第だけども、うん、ガンケル、青柳、はい、一枚空いてるね、はい。でリリーフは、うん、まあ、このケラー、ウィル・カーソンっていう2人の外国人、はい、ソアレスがいなくなったんでね、うん、で岩崎、はい、であと、まあ、バーバーとか、うん、岩貞、うん、及川、うん、アルカンタラ、うん、小林、まあ、リリーフのはウィル・カーソン、ケラー、岩崎は確定だね、うんうん、もしくはこのケラー、ウィル・カーソン、アルカンタラの3人のうち2人は確定、はい、うん、で岩崎確定、うん、もう絶対確定は3でしょ、はい、あとはもう本当ババとか岩佐とかもまあね、及川もまだ勝負だね、まあ、ほぼほぼ決まってるけど、まあだからリリーフはちょっとね、うん、
いるけど、まあ、誰が勝ち得てもおかしくないから、うん、まあ、リリーフ 2,3 ぐらい、はい、リリーフ 2,3 先発1、はい、野手ノーサバイバル、おこのノーサバイバルが吉と出るか京都出るかっていうね、そうそうだね、うん、でもだからこう考えてみるとやっぱり阪神の今年の課題はやっぱりリリーフ陣かなっていう、ね、そうですね、でしかも新しい外国人が2枚だからね、はい、これが どっちね、うん、っていうところもあるからよく作用してくれたらいいですよね、いいけどね、うん、だからそういったところもまあ分かりやすいっちゃ分かりやすいけどね、はい、うん、まあでも唯一のノーサバイバル、はい、そうですね、野手は続く選手っていうのは選手たちこの決まってる選手たちが落ちてきた時にどうチャンス掴めるかっていう、そうそうそう、だからもうねベンチ入り枠をサバイバルしないといけない、そこのサバイバルですね、ね、はい、皆さん頑張ってください、はい。